スーパースター。スミスブースにね、今いてて仕事してるんですけども、ちゃっかりカメラ回そうかなと思ってます。そしたらですね、今からですね、ヒロ内藤さんにこのポップアールね、でスミスブリックね、ロングウェイねの3種類をプラドの商品なんですけども、直接内藤さんにね、新商品ということで、プロモーションしてもらいたいと思います。では内藤さん、やっと捕まえました。いやこんにちは、ヒロ内藤です。ヒロ内藤さんに今年の新しいこの3種類ですね、はい、ポップアール、スミスビッグ、ロングウェイを説明してもらいたいと思うんですけども、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。僕もね、実はこの3種類が今年スミスさんが押してくるわだっていうのを今来て知ったんですね。そうなんだけど、レベルのこのポップアール、はい、特にこの P60 シリーズって P60、はい、やっぱり僕は完成度の高いルアーだと思うんですね。はい、でなぜそんなことを言うかというと、実はね、今回、はい、あるショップの、はい、からのお願いで、はい、内藤さんが2022年に使ったルアーの中で、はい、これが良かったっていうルアーを、はい、お客さんにプレゼントしたいんで、いただけませんかって来たわけ。で冒頭を見てね、はい、バカバカバカって集めてきたの、はい、YouTube の撮影させていただいたりするから、はい、やっぱりその関係があんまりぶつけちゃったりしたルアーって、はい、撮影するのに向かないから外すじゃないですか、はいはい、でともかく溜まってたルアーがあったんで、はいはい、それにサインをして持ってきたんですね、はい、去年使った50個のルアーの中の、はい、14個がポップアールだったわけ、はい、ポップアール。それも、はい、このブルーバックのポップアールが14個もあったからだけ、50個の中のブルーバックが14個も、そう、だからめちゃくちゃ釣ってたんですよ去年。なるほど、あの動画見ました。めちゃ釣ってありました。だけども、はい、やっぱ使ってたよなと思うこの60サイズなんですね。でこれは今年スミスさんが、はい、スミスオリジナルカラーという形で、はい、日本専用に作り出したカラーなんです。ほんじゃ日本でしか買えない。そうなんだと思いますよ、僕がさっき聞いた説明ではね。なるほど、はい。でこの中から僕なんかこの6色全部使いたいと思ってるんですけど、はい、僕の性格で間違いなく最初に選ぶのは、はい、これ。いや僕もこれかこれですね。でも1個やったこれやね。あれやっぱ興味がある。でポップアールって、はい、知らない人が多いかもしれないけども、はいはい、教えてください。すごいショートストロークで弾いてるとピチャピチャっていうベートが逃げる音の、はい、ロングストロークでゆっくり弾くと、はい、ボコンと太い音が出る、はい、なんだけどその太い音を出すのはどういう風に出してるかっていうと、はい、このルアーがね、はい、ひっくり返るの。背中がこうやって反転して逆になって回ってくる。要するにこれ見るとね、はい、上が大きくて下が短いじゃん、はい、上が下になることによって水を捕まえて、それがダイビングリップになって潜ってくる。あ、なるほど、この上の出っ張りがリップになってるんですね。それは知らなかった。もしそれが見たかったら、はい、僕のポップアールの YouTube 見ていただくと、はい、音を出すということに関して、はい、ポップアールはこういうことができるんですっていう、その水中のスローモーションが見える。おこんな風にターンをしてこんな深くまで潜っちゃうんだっていうのがあるんですよ。いや、内藤さんの YouTube ほんまに絶対みんな損ですよ。それで、まあ、そんな風なこともあるんで、はい、パッと見るとこのカラーって絶対僕なんかはね、自分で最初に使いたいカラーの一つ。それと、はい、僕はね、ペンシルポッパーの時はそうだったんだけど、はい、ニジマスカラー。ニジマスカラー、これはね、もう世界共通で釣れる。おお。アメリカでも釣れるし、釣れる、日本でも釣れるし、他の諸外国でも釣れるってことですね。もうこれで釣れなかった場所ってないもん。だって僕アマゾンに行って、はい、アマゾンの魚なんかニジマス見たことないじゃん。見たことないわね。もう、はい、爆釣したもん。もういろんな意味でどのカラーも使いやすいんだけども、はい、僕なんか個人的にこういうカラーが大好きなのと、 あとはね、これ闇夜のカラス。闇夜のカラス、もちろんこれも
濁り味系な人が強いんだけども、はいはい、実は暗くなってきた時に一番強いかなって黒なんですよ、はい、それは何か理由があるんですか。シルエットで抜けるシルエットが暗闇の中でさらに濃いシルエットになるから強いっていうことなんです。要するに下から上を見てるわけじゃないですか、はいはい、で反射光で見ちゃうと、はい、こういうカラーっていうのは全部中間色になっちゃう。なるほど。中間色になるとグレーとの境が見づらくなる、はい、ところが黒は中間色じゃないから、はい、黒なんでシルエットとして抜けちゃうの、はい、なるほど。そういった意味では、はい、この黒なんていうのは最高にやっぱり面白いと思うし、僕なんかはやっぱルアーボックスの中にこれをね20個入れとくことはないんだけども、はい、黒を持ってるとものすごく救われる時ってあるんで、はい、なるほど。1個は必ず入れとくカラーですね。必ず持ってた方がはまる、はめれることがあると。そう、爆笑につながることがあるんで、はい、入れときます。優先順位でいくともう間違いなくこういうカラーなんですけども、使いやすいっていう、はい、それ以外で考えるんだったらば、透明度が高いってエリアだったらこれは透明もいいし、はい、もう夕暮れ、マズメを狙うっていうんであれば黒もいいですね。黒もいい。タックルショップ行ってカラーバリエーションどうしようと、いっぱい売ってますよと、うん、4つ買おうと思ったら、ヒロナイトーズアドバイスとしてはもうね、間違いなく、間違いなくそれっていうことで言うとこれかこれ、はい、それから条件的で言うと、はい、透明度が高い水域に行くっていうんだったら間違いなくこれクリア系、クリア、そうで、濁りで言うとこっちへ来るんだけれども、はい、マズメも考えると来る。なるほど。まあ6色持っとった方がええってことですね。持てれば持てるほど強いの、間違いないの。だからその中から自分でどう絞り込んでいくかが大事なの。でもあれですよね、自分の中でやっぱりこれいっぱい色あるけどこの色は使うよねみたいなね。やっぱり僕はあるんですけど、内藤さんもやっぱりありますよ、もちろん自分の好きだから、はい、去年は、はい、たまたま理由はないのよ、はいはい、たまたま最初にホップアールを使った時がブルーバックだったわけ、はい、で昔からブルーバックが好きだったか嫌いだったかっていうと、はい、それほどこだわって使ってなかった、はい、でもケビン・バンダムが昔クラシック優勝した時、はい、実はログのブルーバックを使ってたの。でいやブルーが好きな人も多いよねなんて話してて、はい、たまたま僕もブルーを少し取ってたわけ、はい、で何かで去年その、はい、ポップアールの釣りに行こうっていう時に、はい、綺麗な新品のポップアールを探してたら、はい、目の前にあったのがブルーバックだったんで、ね、これでいいよって使ったらそれでものすごい釣られたわけ、はい、でそんなこともあってブルーを去年はねしばらく使い続けてたんですね、はいはい、めちゃくちゃ釣りました。めちゃめちゃ釣れた。めちゃめちゃ釣った、まあ、あとはポップアールというルアーが完成度が高いんです。ポップアール釣れますよね。釣れますね。このブルーバックこれまだね60ではないんですけど、それはノーマルですね。ノーマルのブルーバック、去年内藤さんが爆釣したからはこの色です。通常は ARB の1200ってもう一回り小さいんですね、はい、でこれは大きいやつで大きいゾーンが取りやすいんです。ゾーン、うん、というと要するにね、はい、1.5 メーターから2メーターレンジぐらいを念頭に置けるルアーなんですね、はい、あで若干深くまで探れるということですね、うん、で特に今回スミスさんが出そうとしているのは ASDRC というね、はい、サスペンディングなんで、サスペンディング、はい、ゆっくりゆっくりこう、なるほど、探っていくと非常にゾーンを取りやすいルアーですね。ほんまに今まさにこれから冬から春に向けての釣りでこうジャーク&ストップの釣りとかもすごく向いてるんじゃないかと。抜群に向いてますね。めちゃめちゃ使いたいです。ゾーン的にもいいし、あゾーン的にも、はい、これからでかいバスを狙おうとするとバスが、はい、メスバスが最初にコンタクトポイントして、はいはい、冬を過ごした深場から、はい、シャローの産卵どこに向かう前に、はい、一回そのオフショア側にあるオフショアっていうか駆け上がりにある障害物に集まりやすいんですね、はい、その時の肝になる水深っていうのが 2.5 から3メーターぐらいなんですよ。 2.5 から3メーター。そうするとこれがちょうど、ね、ちょうど当てはまるんですね。ちょうど誘って止まって誘って長く見せて食わせれる、そう
こういうねクラウンカラーなんて35番カラーなんていうのも昔から伝統のあるカラーなんですけど、伝統カラー、はい、もうウィードエリアが多いところだとこういうねチャート系のストライプ系とかね、はい、バスプロたちが意外と好きなのはこれですよね。ボーンカラー、ボーンカラー、なぜか釣れますよね。ボーンカラーは膨張色っつって魚がパッて見た時の、はい、受けるイメージの大きさと近づいた時の目視から見る感じが釣れるらしいんですよ。ギャップ感で。そう、なるほど、そういう秘密があったんですね、ボーンカラーには。そう、膨張カラーなんで大きく見えるんだけれども、はい、近づくと意外とちっちゃいの食えるんじゃないのっていうね。あれでかいからちょっと見に行ったろう思ったら、なんや食いやすいやんって言って、そう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 、思わず食べてしまうカラーなんですね。そうそうそう、おお。あとはこれはね一般的なあれじゃないかもしれないですけど、はい、僕なんかはこのピンク系って大好きなんですね、はい、細かく誘ってくったりすると、はい、魚がすごい反応しやすい。細かくゆっくり誘ってことですか。そうそうそう、はい、派手にこうやって動かすんじゃなくて、はい、ちょこ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 って誘ったりするときに、はい、これってすっごい強いルアーの一つでもあるんですよ。英語で教えてもらった。いやー、やっぱこの C サイズっていうのは長年ねバスプロたちのシークレットルアーだったの、うん、しばらくね出てなかったんだけれども、やっぱりこと戻してきたんですよね。戻してきたね、うん、僕もこのサイズがむちゃくちゃ欲しいんですけど、すぐ売り切れたみたいで、はい、今回手に入らないんですよね。あ、そうなの。はい、むちゃくちゃ残念ですよ。これ持って帰ったのかな。そうか、これはもう出てるっつってたもんね。そうなんですよ、もう出っ張、もう出ちゃったみたいで全部。次に絶対手に入れます。僕の昔から超大好きなルアーなんですけども、ロングエイ。ロングエイの中でも特にこの 14A、はい、4インチサイズっていうのはもう安定して、はいはい、誰がやっても綺麗にトラブルなく動いてくれるルアーなんですよ、うん、はい、ちょっと見たことない色なんですけど、これ、ね、トランスルーセント系のものが多いですよね。トランス、なんて、トランスルーセントっていうのはトランスルーセント、はい、抜けるようなカラー、要するに黄色じゃないんだけど黄色っぽく反対側まで抜けていくよねとかね。下から見て黄色っぽいけども、いやいや、そうそう、はい、あのボディーが、ボディーが、はい、例えばここなんか黄色っぽいでしょ、はいはいはい、ところが黄色じゃなくて黄色っぽいだけで透けて抜け、はい、見えてくよねとね。これはボーマーが作り出した錯覚なんだけども、錯覚、はい、うん、中板が入ってるでしょ、はい、で基本的に横が透明っぽいじゃないですか、はいはい、そうすると、はい、板って面積はあるけれども、はい、ボリュームがないんですよ、はい、だから例えばね、はい、これをこうやって見てると、はい、この大きさがあるわけでしょ、はい、ところがこれが同じものがここになると急にちっちゃく見えるでしょ、はい、でこれが中板なんです。中板、だからこれが暴れた時にバスがどの位置で見るかによってイメージがものすごい変わる。なるほど、下から見てる分には細く細いシルエットのものに見えるけども、こうツイッチとかして横目を見せた時にボリュームがある、また戻った時にボリュームがなくなるってことですね。そうそう、だから魚が位置を変えなくても、はい、この魚に対してルアーがこういうふうに動きを変えるだけで違うの、あれって思っちゃう。なるほど、手品と一緒で、はい、手品や、そう、魚がハッと思うのと同時に、はい、興味を持つのが何なんだあれ、はい、で僕はバス釣りはね自信を持って言うんだけども、はい、魚がルアーに興味を持たない限り勝負が始められないんですよ。なるほど、そりゃそうや。その第一歩が、はい、こういう視覚的さ。なるほど、興味を持たすための第一歩ということですね。それがこの中板を使った一つの理由でもあるんですよ、透明の部分。なるほど、塗りとは違う、もう一つのアプローチ、はい、なるほど、なるほど、アプローチの違いですね。これいいカラーですよね。いいカラーですよね。圧倒的にやっぱりこういうカラーが好きなんですけどね。特にこのカラーなんかはね、あの意識してなくても自分でジャックかけてると自分のミノを見つけやすいんですよ、ね、はい、なるほど、大事ですよね、背中の色をね、うん、今更なんですけども、僕高校生の時に実はヒロ内藤さんのあのセミナーに聞きに行ったことあるんですよ。あ、そうなの、はい、僕今53なんでだいぶ前なんですけど、すごい衝撃をもらったんですけども、今日改めてね3時間なんですけども、ルアーの話聞けただけで全くもって新しい勉強ができたし、全くもって目線の違うアプローチですよね、教えてもらえたんですよ。で
実は去年僕内藤さんとこね遊びに行かせてもらって YouTube 撮らせてもらおうと思ってたんですけども、まあまあ去年一昨年ですね、一昨年ね、でそれがまあまあコロナでダメになって、まあやっとまたお会いできた時なんですけども、そういう行きさつもあって僕の YouTube フィッシングスーパースターにいよいよヒロ内藤さんを出てもらうチャンスが今日あったんですけども今日見てるあなためっちゃ得しましたね。僕も得したと思うしあなたもめっちゃ得したと思う。これね、フィッシングスーパースターの視聴者はね、内藤さんも、まあ、見てる人も多いと思うんやけども、YouTube 必ずこの YouTube です。いや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 、もうね、僕がもうアメリカで長年いろんなものを見てきたもの、自分で勉強してきたもの、はい、これがやっぱり僕がやりたいルアー釣りなんだっていうのを紹介したいと思ってる、うん、はいはい、チャンネルなんですね。いや全くほんまにむちゃくちゃ勉強になる、むちゃくちゃ勉強になる YouTube なんで、僕もよう必ず見てるんですけども、絶対見た方がいいな。ありがとうございますよかったら見に来てね。絶対見な損ですよ。僕とはやっぱり年数が違うからアプローチとか考え方全然違うんでね。でなぜバスをやり込んでるからこそ見える風景っていうのは、今日もゾッと寒い棒が出るぐらい感動しました。いやありがとうございますまた教えてください。皆さんもいい釣りしてね。またね、僕の YouTube にも出てください。ありがとうございます。喜んで。約束しましたんで、みんな聞いた。またお願いいたします。はい。じゃあそういうことでね、またね。ありがとうございました。はい。スーパースター。